現在でも念のためライフルを持ち警備をしているという。なんでアクションしてるの？ということで正解はライフルを持った警備員。その後車内販売が。朝食はいかがですか？ナシゴレンです。わっ、ナシゴレン、よかった。何あの列車で決めんの？ナシゴレン、なんか機内食みたい。あ、お弁当、ナシゴレン弁当。うわー、うまそう。おいしそう。なんとしてる。135円、安い。ちゃんとしたナシゴレンです。これおいしいですよ。また家族で利用する乗客も多いため、おもちゃも販売。海沿いを走り、およそ9時間後。暑いっすね、9時間。1時間超えちゃった。また立ち遅れたんだ。うわぁ、スラはやっつきました。長かった。よっしゃ。午後11時30分、宿に到着。うわー、大変だ。いや疲れるよ。大変、移動だけで。出発は午前3時。早っ。インドネシア中から朝日を見るために集まってくるという。これから登るんですか？朝日に浮かび上がる雲海が綺麗だよ。ここからは 4WD に乗り換える。舗装されていない道路を走ること1時間。また1時間移動すんだこれで。登山道に差し掛かると、どういう顔なの？どうしたんだ？え、何？止まっちゃってる。観光客の車で大渋滞。あ、すると頑張って。寒い。いや、それは寒いよ、あの格好じゃ。ジャケットはいりませんか？寒いでしょう。え、これみんな？彼らは渋滞するこの場所に毎日いるレンタルジャケットや、あ、レンタルね、同じくスタンバイしていたバイクタクシーに乗り頂上を目指すことに。そうか、車詰まっちゃうから。うわ、両サイドぎっしり。果てしなく続く車の列、その数200台以上。そして5分後着いた。展望台まで歩いて5分。5分だけでいいんだ。じゃあこの辺から指が出てる売店あるみたいですね。お、なんか食べよう。売っているのは即席ラーメン。気温が0度に近いため大人気。あ、うまそうだな。なんか朝日の見える展望台に行ってみた。あ、ここでもみんななんかカメラも持ってる人いるし。ちょっとこの混雑ぶり。日の出までまだ30分近くあるが、早くも大混雑。今は山の影が見えるだけだが、日が昇り始めると、うわー、綺麗。おー、こりゃすげえな。朝日に照らされ景色が浮かび上がる。いいね。麓には雲海。風に乗り地面を這うように動く雲海は早朝にしか見ることができず、インドネシアでも非常に珍しいという。インドネシア人観光客に話を聞いてみた。インドネシアの人は誰もがこの景色を一度は見たいと思っています。インドネシア最高！出た。
クナンジャカンさんからとても珍しい景色が見られた。バリ島クタ、人気のアジアンフードを調査してみた。再びクタの街を調査中の出川と隅川ディレクター。あ、なんかすごい、なんかいい匂いしますね。なんかいい匂いしますね。なんだこれ。あ、めっちゃ並んでる。あ、本当だ。え、これ何のお店だ。わわわわ、うん、うわすごい、超並んでますよ。やっぱみんなこの匂いにやられて。あの、これ何に並んでるんですか。さてよ。さてさてさて、あ、さてってなんか聞いたことありますね。あ、本当ですか。うん、さてってなんだっけ。知らんのか。出川はすっかり忘れているようだが、以前マレーシアで屋台料理を調査した際、おお、すげえ、おお、来てた来てた、そういう、おお、豪快に焼かれていた肉の串焼きがサテ。やばい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 。歯取れた。出川の狩り場が取れたサテだが。あ、あれだあれだ、ほら。あ、ほら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 。お肉だ、お肉かな。はい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 、どうやら思い出した様子。美味しそう。あそこですね、あれの時、あの、なんだっけ、あのインドネシア行った時に。あ、インドネシアはここで。インドネシアじゃねえや。あれ、どこでしたっけ。ボケボケですね。出川が思い出しても国名が出なかったマレーシアのサテは、宗教上鶏肉か牛肉だったが、バリ島のこちらのお店のサテは豚肉。インドネシアは国民のおよそ9割が豚肉を食べないイスラム教徒だが、バリ島はおよそ9割がバリヒンズー教徒で、豚肉を食べる文化がある。そんなバリ島のサテを早速食べてみることに。いただきます、はい、その味は。お、あ、うまい。そして甘いのかなと思ったら辛い。ホットホット。マレーシアのやつとどう違いますか。あ、マレーシアのやつはもうやっぱ甘いんですよ。ああ、なんかココナッツミルクみたいな、あのソース、ココナッツのソースですよね、あれ。あ、ピーナッツ、ココナッツ、ピーナッツのソースだったから。マレーシアのやつは甘かったんだけど、ミスはする、これ全然、ソースだと全然違う。マレーシアは甘いピーナッツソースだったのに対し、インドネシアは数種類のスパイスをブレンドしたピリ辛ソース。辛いって何言う。パテス、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 あ、ベリーパテス、ベリーパテス。ザワザワしちゃった。でも辛うまい、辛うまい。インドネシアのサテは辛うまかった。続いて本格的なインドネシア料理も調査してみた。気になる。島田さん、わあ、これっぽくないですか。それっぽい。ねえ、あ、ぽいぽい。あ、いいじゃないですか、ザ・バリって感じね。ここクトゥパレストランは10年前のオープン以来、地元の人にも観光客にも愛されてきたお店。人気の理由の一つが、おお、素晴らしいね。わ、プール、わあ、うん、ちょっと、いやいやいや、まさにバリ。バリ島の雰囲気を存分に味わえる開放的なテラスとアンティークの調度品。そんな空間でいただけるのはナシゴレンやニーゴレンなど伝統的な本格インドネシア料理の数々。ナンバーワンメニュー聞いてみましょうか。はい。It's a number one menu food. Very good, very good. ナシチャンプルです。お、これ？ナシチャンプル、ナシゴレン、ベザー、ナシチャンプルです。ナシチャンプル、ナシチャンプルです。うん、ナシゴレン、ナシチャンプルです。おお、そんな、本当に。言ってますやん。じゃあナシチャンプルいきますか。そうですね。ナシチャンプルです。店員さん激推しのナシチャンプルを注文。お、来た。おお。あ、なんか可愛い。美味しそう。あ、可愛いね。ちっちゃいお皿いっぱい、真ん中ご飯。
ご飯の周りに様々なおかずを盛り付けたインドネシアの名物料理ナシチャンプル。ちなみにインドネシア語でナシはご飯、チャンプルは混ぜるという意味。チャンプル一緒なんや。混ぜる。本当だ。ほら、はい、容器がこれ、これ、あのほら、はい、頑張って。黒とかじゃなく、ほらこれも。だから何？これでできてる。これ。これなんて言えばいいんだこれ。バナナ。バナナじゃないですか。え、バナナの葉っぱ？はい。あ、そうなんだ。すごい、バナナの葉っぱでこうやって全部分けてる。はい。かわいい。これじゃあ僕これいってみますね、これ。はい。バリ島ではよく食べられるというヤギの肉の煮込み。その味は？あ、かわいい。いやお肉もかわいい味。なんすかかわいい味。まろやかなすごい味。そんななんかピリ、まろやかなすごい味。なんかそういう癖のある味。まろやかなすごい味ってどんな味？まろやかなすごい味。これはなんだろうね。なんでしょうね。鳥？鳥やろ。鳥じゃないの？なんだろうこれ。食べてもわからないの？いやこれが。お肉、お肉か魚は？いやお肉でも魚でもないですこれ。いや。いた。忙しいなもう。だこれ。お肉でも魚でもないわけがないでしょ。いや食べてみてください。なんか何、お肉でもない魚でもないこんな食べ物あったら怖いからね、逆にびっくりするね。お肉でも魚でもないなんだろうこれ。違いますよね。何この食感。あ、sorry ファッツフード、ファッツフード、ジャックフルーツです。果物なの？ジャックフルーツは東南アジアなどで栽培される熱帯の果物。なんじゃこりゃ。熟す前の若い果実を炒めた料理はインドネシアではポピュラー。鶏肉にしか見えんよね。あ、確かにそう、フルーツって言われたら確かにそうかもしれないですね。全然違うもんね。口に入れたらちょっと溶けちゃう感じね。はい。比較的高級店のこちらのナシチャンプルはおよそ820円。一方ワルンと呼ばれるバリ島の一般的な大衆食堂の場合、自分の好きなおかずを選べるスタイルで一皿およそ140円。地元の人だけでなく長期滞在の外国人にも人気。ナシチャンプルにはバリのうまいものがてんこ盛りだった。最後食べてたその肉でも魚でもない、ねフルーツなんですね、あれ、はい、フルーツだけど、ちょっと食べただけじゃちょっと食感がわからないから。食べただけで食べて食感がわからない。食べても見ただけじゃ、見ただけでしょ、うん、見ただけではわからなかったですけど、食べたらわかるでしょ。食感、食感じゃなくてごめんなさい、肉か魚か多分みんなも誰もわかんないぐらい。食べてもわからない、食べても絶対にわからないぐらい、本当不思議な、はい、じゃあちょっとアイリちゃんに、はい、はい、どうですか。何ですか？私食べてないです。感想私食べてないです。どんな味や、本当怖すぎる。難しいって。私食べてないです、知ってるよ。あいちゃん、他ので何かあれば、いろいろありましたけど、ラッピング、ラウ、あ、すげえ、すごいね、あれね。何あれ、あれすごいよ、出川さん。で、これ隅川さん、かなり狭いんですけど、はい、これそのちゃんと安全にできてるの？そうですね、現地のスタッフさんが、うん、ついてくるんですよ、うんうん、で、もう急流になったところとかは、うん、ああいう風に先回りしてバーッと走って、うん、で待ち構えて、でああいう風に係員さんが大丈夫なんだ。大丈夫、じゃあ面白い。これ最初から最後まで何分ぐらいですか？30分ぐらいです。結構だって最初めっちゃゆっくりでトンネルを入って急にあんなもう情緒が変になるトンネルかね。いやー、ワビサビが効いてて超ワビサビ